はい、こんにちは、まめと申します。ひとみさき実況プレイ続きからやっていきたいと思います。ということで前回、ケンジさんと待ち合わせをしてるんでしたね。朝早くにあ、バッグを持っていこう、ごめんなさい。で、ななみちゃんが前回バッグのバッグのななみってなんだよ新しいゲームか。はい、バッグの中身を見てちょっとなんかね、挙動不審になってたんですが、何が入ってたんでしょう。こいつを持っていこうとバッグを回収しました。はい、ということで、ななみちゃんにはもう説明しているのでいいんですよね。まだ寝ているだろうし、起こさないでやろう。え、待って、じゃあさ、鍵開けたまんま行くことになるけどさ、ななみちゃんに何も危害がないか、ちょっと大丈夫かな、怖いんだけど、まあ行きたいと思います。約束してるからね。え、相引きチュッチュしてんだけど。はい、なんでしょう。よう来たな。ああ、なんだ、姉子も一緒なのか。まあね、どうせ一人でいても暇だし、噛んだ姉子。暇つぶしってか。まあ確かにここじゃやることないしな、ゲーセンとかなさそうだもんね。で、調査ってどこに行くんだ。そうだな、調べたい場所は山ほどあるんだが、まず東郷の家、犬飼家は外せないだろう。外せないってどうだもうろれつがレロレロだわ。あとはそうだな、美咲家と片桐マナの誘拐現場とされる場所、この辺りか。3カ所ってことか。ああ、で、お前美咲家の家の鍵はあるのか。ああ、ここに来た時にもらってる。なら問題ないな、早いうちに行こう。どこから回るかはお前に任せるとな。ほう、私も手伝えることがあれば言ってね。微力ながら手伝うからさ。お前、たまに意外なところに気づくからな。今回も気づいたことがありゃ頼むぜ。はいはい、じゃあ行きましょうか。犬飼家、美咲家、マナ誘拐現場の3カ所か。そうだね、一番さ、人目についたらまずいのはさ、犬飼家、マナ誘拐現場、この2つが一番近いので、あ、一番近いって、あのね、2つ近いので行きましょうかね。美咲家にだって帰るのは別にね、人が見てても問題ないでしょう。はい、もともと家だし、歩きながらでも決めるか。はい、ということで犬飼家に私はちょっと行きたいかなって思います。はい、なんかね、私、あ、そっか、田中商店もまだ閉店中、さすがにまだやってないらしいとな。犬飼家に行きたいと思います。なんかね、ヒロくんがでも挙動がちょっとね、不審な気がすることもないような、するような、わかんないんですよね、ちょっと。はい、まあいいでしょう、行きましょう。犬飼家にレッツゴー。でも開いてないよな、犬飼家か。鍵を持ってる、入るぜ。なんで持ってんですか、ケンジさん。合鍵ですか。え、東郷さんと実はでき、ゲフンゲフン。ここが犬飼家か。ああ、家の中にあるものは事件当時のままらしい。ものはあるが廃墟状態だな。犬飼さんの家の親族が事件が解決するまではできるだけそのままにしておくんだって。解決しないままもう1年だし、もしかするとずっとこのままなのかもね。なるほどな。鍵も親族にもらったんだ。むしろたまに風通しでもして、風通しでもしてくれよって。なるほどな、カビとか生えちゃうもんね。そういうことか、びっくりした。東郷さんとゲフンゲフンかと思った。ま、俺はここを調べる必要はもうないんだけどな。むしろここはお前のために来たようなもんだ。ちょっと私、推理のために。それはありがたいな、わざわざすまん。聞きたいことがあれば言ってくれ。あと、お前なりに気づいたこととか、こととかもあれば頼むな。わかった。ああ、自由に動けるんですね。そう、あの、私推理はできませんが、あの、探索力はあると思ってるので。はい、洗面所の扉だ。特に変わったところはなさそうだと。本棚だ。電話帳などが入ってるとな。これはもう使えないよね、さすがに。黒電話か。現物を見るのは初めてだな、マジでしか。おばあちゃんの家にありました。はい、なかなか特殊ですよね、難しいですよね、あの、くるくる回すのは知らないとできないですよね、あれ。おっと、本棚だ。電話帳や雑誌類が
な。はい。テレビがあるが、画面にひびが入っている。こりゃ完全に壊れてるなとな。電気はさ、今でもあの朝だからさ明るいのかな。電気自体はもうさすがに通ってないのかな。棚がある。中は何も入ってないなとね。冷蔵庫はさすがに空っぽだよね。だよね腐っちゃうもんな。ゴミ箱は空とな。はい。このさ、このガスのやつってさいやー、このガスだよね多分。昔こんなんだったなーとかねちょっと思ったりはい。特に1階は、あ、でもこっちがまだあるね。トイレか。開けてみたが特に変わったところはない。1階は特に何もなさげですよね。2階に行きましょうかな。はい。なんか部屋が2つあるだけですね。はい。棚だ。古い、中には古い服などが入っている。そのままなんだ。本棚だ。漫画や学校用の参考書などが入っている。え、特にさ変なところってなくない？何もないよな。はい。まあケンジさんがいろいろ調べまくってるしね、何もないでしょう。棚だ。古い服などが入っている。うん。え、何も気づくようなところは何もないんですが。はい。事件当時のことはケンジに聞いて。多分あいつの方が詳しいから。了解した。聞きましょう。どこで、この家のどこで事件は起こったの？どうした？事件当時のことを聞きたいのか？はい。そうか。ならちょっと話そうか。確か俺が知っているのはこんな状況だったな。待って、これ聞いてから調べないと意味なかったとか言っとくが、これは警察の見解だから真実かどうかは置いておくぜ。まず犯人の東郷は、帰宅後廊下で電話をかけようとしている父親を見た。何があったのかわからないが、そこで犯人は鈍器か何かで父親を殺害。そこで台所にいた母親が、騒ぎを聞きつけて廊下まで来た。それを見た犯人は母親をさらに殺害。そして母親、同様に2階に妹もいたんだが、案の定現場を目撃。そしてそれに気づいた犯人が妹をも殺害する。もう今見えてるこの1階で全員やったんだね。でもさ、鈍器一発で仕留めるってなかなか力がないとできないんじゃないかな。あ、でもバットとかだったら一発か。なんだろう、簡単に言うとこんな流れで一家惨殺だったらしい。早えな。で、犯人の東郷はそのまま、その後逃亡し、今現在も行方がわからないまま。ほう。これが俺の知っている事件の概要だな。ケンジがため息をつく。なんだそりゃ、むちゃくちゃじゃねえか。そう、むちゃくちゃだ。わけがわからん。東郷を知っている俺からすりゃ到底信じられる話じゃない。まずありえん。動機として考えられそうなことは、友達と、今日めっちゃ噛む。友達として思い当たることとか。ねえよ、みじんもな。警察やマスコミにも何回も聞かれたが、そうとしか答えられないからな。片桐や岡崎にも聞いたが、そんな兆候はなかったそうだ。ある日突然おかしくなっちまったってことだな。加藤が来てからじゃないのか、裏で捜査して。ねえよ、ホラー映画じゃあるまいし。ああ、俺もそう思ってる。ある日突然おかしくなるなんてあってたまるか。正常な人間が何の理由も、なしにおかしくなるなんざまずありえない。それなりの理由、または別の真実がある可能性は十分ある。姉子は何か知っていることとかないのか。っていうか、この事件の時姉子はこっちにまだ住んでたのか。え、私？うん、事件があった時はまだこっちにいたわよ。事件後にここを離れたわね。ヒロやナナミを残していくのは不安、行くのが不安だったのを覚えてるわ。そうか、そのタイミングで姉子が引っ越しか。あいつらも内心では不安だっただろう。だから俺にすらすがりたかったんだな。ただ東郷くんにそんな様子は見られなかったかな。他に
東吾について知ってることとかは、家庭環境とか。確か東吾くんのお父さんって警察官だったのよね。家庭内の環境とかは知らないけど、知ってるのはそれくらいかな。へえ、そうなのか。ああ、そういえば聞いたことあるな。父親が警察官か。言われてみればその辺の事情も絡んでくるのかね。警察官か。だとすると北村刑事や安田刑事も生前の知り合いだったりしたんだろうか。ところで友代、お前はここに来たことはあるんだよな。まあね、一応年も近かったし何度か来たことはあったわよ。言わなかった？ああ、そうだったな。その時家庭内の様子とか雰囲気は雰囲気に変な様子はなかったと思う。まあ来客がある時に何かあったとしてもそんな雰囲気は出さないと思うけどね。まあそりゃそうか。とりあえずこの家の事件は、そんなところか。分かってはいたが、そこまで新しいことも分かりそうにねえな。まあそりゃそうだろ。事件から1年も経ってて手がかりが残っている方がうさんくせえよ。俺だって期待はしてなかったっつの。ある意味お前に説明してやるために、ケンジ神主義、説明してやるために来たようなもんさ。そりゃどうも。っていうかもうよくない？そろそろ出ようよ。他に何もなさそうだしさ。そうだな、匠、お前がよけりゃもう出るぞ。ああ、わかった。何もなければ声をかけるよ。ダッシュ。特に、あ、ディスコードがちょっと、ちょカット。失礼、これで多分ならないはず。はい。ここで現場は起きてましたが、まあ、特に何も違和感はないよな。うん。ドンキってなんで殴ったんだろうね。まあ残ってるはずはないか。ということで、じゃあ出ましょうかね。はい、気が済んだら言ってくれ。一応家の、間取りくらいは覚えておきおく。ここに洗面所でしょ。でここにトイレでしょ。でキッチン、茶の間、2階に兄弟2人の部屋があるんですね。お父さんお母さんの部屋は茶の間で布団敷いて寝てたのかな。はい、まあいいでしょう。出ましょう。あれから1年か。出ればいいのかな。はい、出ます。じゃあ出るか。じゃあ次はマナちゃんがね、監禁されてたところに行きましょう。え、家の方に行ったんだけどな。ここはもう調べたな。人に見つかる前にさっさと離れてしまおう。 OK だよね。え、あ、なるほど。自分の家に行けとな。了解した。え、こんなじいさん初めて見た気がする。散歩じいさん。おやおや、あんたたちも散歩か。散歩はええもんじゃわい。あ、そっか、早起き朝早いからおじいさんに出会ったんだ。いつものおじいさんおばあさんもまだこの公園にはね、いらしていないようですね。はい、めっちゃ朝早いじいさん、毎朝散歩しているんですね。健康的でとてもよろしゅうござんす。このおばさんも、あれ？なんかさ、何日か前からさ、いつもここにいるんだけど、気になるよ。あー、もう事件のこと心配だわ。検察の人もっと調査しないとダメなんじゃないかしら。私も狙われるんじゃないかしら、みたいな感じで不安になってるのか。待って、自分の家どこだっけ？あー、ここだわ自分の家に帰れない地方がやばすぎた。はい、ということでやってまいりました。あ、セーブしてない、ずっと。よし、調べるか。とりあえず手当たり次第だな。匠、調べながら事件当時の状況について説明頼むな。ああ、わかった。さ、調査開始ね。了解。ちょっとセーブさせてくれ。あれ、いいんだよね、ここではい、事件現場は一番最後に見ようかな。はい、ババアのぬか漬けとかね、言ってたツボですね。特に棚とかはもう調べなくていいかな。事件現場だけでいいのか。トイレと風呂がある、見てみたが特に気になるところはない。まずごめんなさい。ということで事件現場をまず一番に見たいと思います。ここか。死体があった場所は、ああ、ちょうどあんたの足元らへんだ。
マジかよ、ここなのか。手がかりになるようなもんは残ってねえと思うけど、一応調べてみるか。ああ、俺はこの辺を見てみる。了解した。こっから出入りしたんだね、犯人は。はい、ブレーカー、あ、ブレーカー？お、どうした？ブレーカーのカバーの部分に少し違和感がある。これはこじ開けられた跡か。カバーの取っ手部分に何かで傷つけた跡があった。あの時停電が起きたのはこのせいだったのか。ということは犯人は俺とヒロが今に降りてきた時にはここにいたってことになるな。あの時は目の前の死体に気が向いていて、外には、気を配ってなかったな。警察はこのことに気づいているんだろうか。とにかくここはこんなもんかと。ゴミ箱だ、気になるものはない。オッケー、了解した。窓をちょっと一回調べて、特に何もないですね。ほい、このゴミ袋は？ゴミ袋、ブルルラブラベ中は生ゴミだな。近づくと結構ヤバめな匂いだ。そっか、まだ捨てちゃダメなのかな、現場検証的なあれで。棚がある。中は食器類だ。不審な点は特にないな。右左同じかな。冷蔵庫、冷蔵庫だ。電源はもう入っていない。中も空になっているとな。流し台がある。中には何もない。はい、おっとっと皿がある。不審な点はない。フライパンがありますね。コンロがある。上に乗ったフライパンには不審な点はなさそうだとな。はい、上に乗った鍋は空だと。ゴミ箱だな。こんなもんですね。裏庭に行ってみたいのだが、見たい、行ってたみたいだが何かあったのか。ああ、この家ブレーカー外にあるんだが、どうにもカバーをこじ開けた跡があったんだ。ここで死体を発見する前に停電があったんだが、どうやら外のブレーカーをいじったらしいな。ってことは停電は犯人がお前らを下に呼び寄せるためにやったのか。おそらくな。あの時点で発見させたかった理由はわからないが。だよな、バレないことを前提と考えるならわざわざそんな真似する必要ないもんな。そうなんだよな、動機がわからん。とにかく停電が起きた、階段で2階にいたお前を含めた4人は白確定か。そうね。ま、よかったじゃん。これでもうみんなは疑われる心配はないわね。だな。ここにはもう手がかりはなさそうだ。大方その辺は警察が回収したんだろうな。ならここはもういいか。あ、次に行こう。はい、じゃあバビューンとマナちゃん監禁場所に行きたい。え、もう少し調べてみよう。え、なんすかね。ただの壺だ。え、もう一回ブレーカー見た方がいい。ケンジさんも一緒にいるからって感じで。はい、ここはもういいだろう。あれ、出られないぞ。どういうことですか。え、あ、2階かここに俺たちがいたんだよ的なやつをね。停電があった時にお前がいたのがここか。ああ、ここで突然の停電か。悲鳴とかは聞こえなかったのか。それが物音はほとんど聞こえなかったんだよな。おばさんのギャーとかもなかったよね。争うお供ってことか。ああ、静かなもんだった。そいつは妙だな。ってことは犯人は美咲のババアとかを。加藤じゃん顔見知りなのか。可能性はあるな。だとしてもブレーカーを落とした理由はわからんけどな。もしかしてさ、ダク一人に発見させたかったんじゃないの？あ？どういうことだよ。だってさ、停電になったらブレーカーとか様子を見に行くじゃん。で、普通一人でいる時に死体なんて発見したらパニクるっしょ。だとしたら、そしたらダクが焦って死体に触ったりして、ダクに不利な証拠がいっぱい出てくるってわけ。全部を巧みに着せたいってこと？結果、ダク一人に疑いがかかるみたいな。姉子の言ったことに、俺とケンジは顔を見合わせる。ありえるな。そうか、犯人は2階に巧み以外の人間がいることを知らなかったんじゃないのか。お前一人が死体を発見したなら、間違いなくお前だけが重要参考人になる。そういうことか。
でもまあ、結局犯人の思い通りになりつつあるけどな。あれ、もしかして当たり臭い？さすがだよ、友よ。お前そういうとこよく気がつくよな。姉子やるな。ケンジが姉子を連れているのは、こういう発想を期待しているってわけか。とにかく、この家での調査はもういいだろう。あまり長居して、警察に見つかったら厄介だ。それもそうだな。ならさっさと出るか。はい。ちょっとセーブして。一応、棚とか何もないと思うが、こっちの部屋も調べてみる。こっちの部屋入るの初めてだね。段ボールがある。必要なものは入ってなさそうだとな。はい。なさそうな雑貨がある。古着ぐらいしか入ってない。こんなもんでしょう。出たら刑事さんがいるとかやめてよ。加藤が俺に全部をなすりつけようとしてんじゃねえか疑惑がね、ありますからね。はい。ということで、じゃあ、あとは、マナちゃんの、ね、誘拐現場に行けばいいのかな。はい。でも時間がちょうどいい時間なので、お、そっか。時間が経ったので、おじさんたちが続々とね、はい。朝は眠いねーと。そりゃあね、私も低血圧なのでね、なかなか朝がね、しんどいでござる。はい。ということで、ちょっとここに来たところで、今回はここで終わっときたいと思います。ご視聴ありがとうございました。いやー、加藤がどんどん怪しくなってきましたが、これは、どうなんだろう。でも、怪しく見せかけて、実は違う的な、なんか、でもさ、おばさんの悲鳴とかさ、争った跡がないっていうのはさ、顔見知りなんでしょ？で、加藤さんとは、ねえ、なんかちょっと仲良かったみたいな感じに言ってたじゃん。お金持ちだし、加藤。はい。ということで、まだまだわからないことだらけですが、ここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回もまたよろしくお願いいたします。バイチー。